こんにちは。ブレイントレーナーの佐藤千秋と申します。本日は、かゆみを逃すブレイン体操、ブレイン瞑想にご参加いただき、ありがとうございます。今回初めてのセミナーをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ところで皆さんは、かゆみで辛い経験をしたことはありますか かゆみといっても、何か触った時にかゆくなるかぶれや、汗が、汗をかいた時にかゆくなる汗も、虫刺されなど、原因のわかるものから、突然のジンマシンやアトピー性皮膚炎など、はっきりとした原因がわからないものまで、またその症状は様々あります。私が今回このテーマを扱おうと思ったのは、 産後にひどくなったアトピー性皮膚炎が脳教育に出会って改善、コントロールができるようになったからです。ここで脳教育のトレーニングを始める7年前の写真をお見せいたします。はい。見えますでしょうかびっくりします。びっくりしますよね。あまりにも、えっと、ひどくなったことがあって、 写真でお見せできない状態になったこともありました。これは、えー、脳教育を、教育のトレーニングを始める半年くらい前です。この後もっとひどくなって、あの、この写真のように笑うことはもうとてもでないけどできなかったです。顔は真っ赤に腫れていて、全身あざだらけで、気が遠くなるほどの痒みが一日中あって、 夜も眠れませんでした。それが脳教育のトレーニングを受けて3ヶ月ほどで少し落ち着いてきて綺麗になった時はとても嬉しかったです。今は自分がどんなス,テストレスに弱くてどんなストレスに強いのかが皮膚の状態、アトピーの状態によって自分を観察できることが できるようになったんです。ここでアトピー性皮膚炎の簡単な、えっと、基本の情報をお伝えします。アトピー性皮膚炎の方は、皮膚のバリア機能が低下して、様々な刺激に皮膚が反応して炎症が生じやすくなります。症状が悪くなったり改善したりを繰り返し、強いかゆみのある湿疹が認められます。 異物から体を守る際にアレルギー反応が出やすいです。湿疹の広がり方は子供と大人では異なり、また皮膚から水分が失われやすくなるために乾燥肌になりやすいです。この情報は、えっと、インターネットサイトアレルギーポータルから一部参考にさせていただきました。私がアトピーになったのは、 中学1年生の時に、この腕、関節に出始めたのが最初でした。それからは、時々波がありながら、ただかゆみ止めの薬を飲んで、ステロイドを塗りながらやり過ごしていました。今振り返ると、強いストレスがかかった時、また、小さなストレスが溜まっていった時、肌が荒れていたなと、 今は自分を眺めることができるようになりました。中学1年生のその時は、寝る時間が遅くなったこと、宿題や予習の量が増えて、またテスト勉強で夜遅くまで起きていたりとか、あとたくさんの友達がまたできて、その中で新しい人間関係で悩むこともありましたし、 成績とか部活が順位でこう出されて比較されるようになったことなど子供ながらにストレスをたくさん抱えていたのだなと今は思いますかゆみはストレスから来る皆さんもそう思いますか思い当たることはありますでしょうか ストレスによって自律神経が乱れて腸をはじめとする内臓の機能が弱くなって自然治癒力の低下を引き起こすことでかゆみやまた人によっては痛みさまざまな体の不調につながっていきます脳教育に出会う前の私は季節のせいまた妊娠・出産のせい 全部周りの環境のせいにして、自分にはどうにもできない、仕方がないことだと思っていました。でもある時、こう、ふっと気づいたんですね。全部、こう、自分で自分に何かしてあげようと思ったことがなかったと気づいた瞬間があったんです。それからは、もっともっと良くなりました。 また、その、今までこう、悪くなっても良くなる瞬間があることも経験してきたので、それがどういう時か、どういう情報が自分の中にあった時か、それを信じる、信じる自分もいました。ストレスの原因が何なのか、また、その原因に気づけたからといって、それがすぐに乗り越えられるものなのか、 実際はなかなか難しいですよね。体質改善をして絶対に良くなるんだと強い意志を持つことも辛い症状があるときには頭ではわかっていても体と心がついてきません。まずは自分自身を癒すこと。自分の呼吸や体温に集中してかゆみを逃して 一旦自分の体を楽な状態にしてあげることを優先させてもいいのではないでしょうか。脳教育のブレイン体操、ブレイン瞑想のすごいところは、それが体質改善にもつながるというところです。また、根源に出会えるかもしれないというところです。 今日は私が一番初めに出会ったセルフヒーリング、ヘソヒーリングをご紹介します。ヘソヒーリングはおへそをリズミカルに押していく簡単なヒーリング法です。私、このヘソヒーリングを入会して、3ヶ月ほど本当それだけで、あの、スタジオに通っていたんですね。それ、あまりにも体、体が と心が弱っていていいトレーニングでできない状態で本当にへそヒーリングだけで3ヶ月、えっと、続けました。それで、えっと、大きな腫れとか傷ほぼなくなっていったんですね。呼吸が深くなって胸がほぐれて血液が血が体の中で流れるのを感じました。 目に見えない毒素が手や足の先からスーッと抜け出ていくのも感じました。たくさんの効果が期待されるヘソヒーリングですが、大きく分けて3つあります。その3つポイントご紹介いたします。はい、見えますでしょうか。まず1つ目は、体温が上がります。 全身の血液の30から40%が流れている腸を刺激することで血液循環が促進されます。そのため手足の先まで血液が流れるのを感じ体がポカポカになります。二つ目が消化や排泄の機能が高まります。老廃物や毒素が抜けて必要なものを吸収しやすい体が作られるため 肌が綺麗になります。腸が柔らかくなると呼吸も深くなって頭がスッキリ、体と心がリラックスできます。三つ目が免疫力がアップします。おへその周りに集中している腹部リンパ節を刺激することでリンパの流れがスムーズになって免疫力が高まり、毒素な排泄も促進されます。 はいもっともっとたくさんの効果あるんですが今日は代表的な3つまずご紹介いたしましたでは今から実際にヘゾヒーリングをやってみましょうごご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方は是非概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします